はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、新しいコラボガチャが来ましたね。魔界天使のデータロードですね。やってまいりました。というわけで、限定ですね。限定引いていきたいと思います。まあ、性能に関して言えばね、まあ、こんな感じですかね。まあ、光属性、敵単体に、アタック 390% のダメージを与え、3ターン光属性の味方のアタックとディフェンスを 30% アップする。さらに3ターン光属性の味方のアビリティダメージを 15% アップするですね。アルティアちゃんがそうですね。で、続いて先進、あ、違った、間違えた、ここじゃない、先進ですね、アルナイルちゃんですね。で、敵全体に、マジックアタックポイントですね。アタックが 170% のダメージを与える。2ターン味方全体の、マジックアタックを、250% アップ、あ、25% ですね。アップするということですね。まあ、属性が雷ですね。貴重な雷属性ですね。うん、貴重ですね。さあ、どうなるやらというところですね。では行きましょうと思ったら優勝じゃないね。さあ半額から行きます。では行きましょう。さあどうだ、ミッドウェイ出てこず、一発目は出てきてほしかったな。さあ、おっと、いきなり虹が2つ来ました。これで終わりか。お願いします。私の仕事は誰にも負けないように頑張ることなのかな。ありがとうございます。ジブリールアルティアちゃん来ました。続いてはどうだ。たとえここが別の世界だってエッチな犯罪は見逃せないわ。ジブリールアルティア、ここに見参。すり抜けですね。はい、すり抜けました。さあどうだ。カウンちゃんですね。よかった、カウンちゃんはまだ育ててる途中です。ということで続いていってみましょう。優勝ガチャいきます。はい、どうだ。ミッドウェイやってきて、でやってきてです。そしてお、虹が今回はいいのか。さあ天才もやってくるのか、それともこのままいくのか。さあどうだ、お願いします。すり抜け、ロキちゃんですね。ありがとうございます。まだ育てております。さあ行きましょう。ドンと30連目、何も起きない。ここでついに虹はなくないですね。さあ昇格はあるのか。昇格もなし。さあちょっと辛くなってきました。さあ行きましょう。ドンとミッドウェイやってきて、ブルブル震えて、これは確定ですね。確定。さあどうだ、虹は一つ。さあ今度は昇格がありますか。天才来い。あ、ピックアップですね。よかったです。さあこれで強くなる、いいですね。あとは先進お願いします。さあどうだ、ミッドウェイやってこず。ミッドウェイやってこない。そしてこれはちょっと厳しそうだ。はい、というわけで優勝ガチャが終わりました。続いてはさあアルナイルちゃんが出てくるくれるかどうかですね。さあ行きましょう。ミッドウェイいきなりやってきて、プルプル震えて、さあどうだ。さあ虹は一つ。昇格、天才お願いします。私の戦場
アルナイルちゃん来ました、ありがとうございます。よかった、傷は浅いぞ。まだ傷にはなってないかな。エッチな犯罪許しません。電脳天使アルナイル、神に代わってお仕置きです。ありがとうございます、ありがとうございます。これで撤退できます。今回は撤退します。後半のガチャでまたね回していきたいと思います。60連ですね。天井まであと少しあります。あーよかった、あーよかった、よかった、本当によかった。はい、ですね、まだ時間的にはどうかなとは感じますけども、今日は今回のガチャはこれで終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。